大台町は、三重県滝郡にある町。朝全域が、国際連合教育科学文化機関の、生物研保護区大台ヶ原、大峰山、大杉国の一部として登録されている。三重県町は、大台町を、中税に区分しているが、気象予報、警報、注意報の発表区分は、三重県全域、三重県南部規制、東紀州大台町となっている。 大台町の行政、経済の中心部は、宮川と大内山川の合流地点である沢原で、交通拠点、木材の集産地として発達した。人口の減少が続いている。歴代町長、衆議院議員選挙の選挙区は、三重県第四区、三重県議会議員選挙の選挙区は、滝群選挙区。伊勢茶栽培地の一つ。江戸時代来高品質で知られ。 1975年には、皇室健常茶に指定された。宮川流域は、菓子団球が発達し、水はけの良い団球面や丘陵地が広がり、肥沃な黒牧土に恵まれ、霧、もやの発生する、山間地であることが、茶栽培の利点となっている。特に、土地原地区で栽培が盛んである。山間部であるため山菜が多く採れ、1972年に、 過疎地域農村パイロット事業として加工場を建設して生産振興を図っている。生産量の8割が山吹きでわらびゼンマイ竹の小板取りなども産し、三重県内を中心に京阪神にも出荷される。2010年より町当局がゆず栽培を奨励し、2019年3月に地域ブランド奥伊勢ゆずを立ち上げた。 同年の出荷量は15トンで、町内には1870本の柚子の木がある。かつては、三重県立宮川高等学校が存在したが、2010年度より、生徒募集を停止、2012年3月限りで閉校。多滝町の三重県立大岡高等学校と合併統合された。かつては、大台町立京和中学校が存在したが、2015年3月、 限りで並行。大台中学校へ統合された。大台町内の郵便番号は、519から 24XX、519から 25XX、519から 26XX となっている。三世谷駅2012年4月以降、町内のすべての駅が無人駅となっている。中心駅は、特急が停車する三世谷駅。 高速バス一般路線バス道の駅奥伊勢を大杉谷の景観。ありがとうございます。